もタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュックなどをクラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですねクラウドファンディングに興味があるとかガジェットに興味があるという方はですね、チャンネル登録、高評価、そしていいねもよろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、満員電車でも片手で取り出せるワンプッシュデザイン、ステンレス製の職人技、次世代デザイナーズイヤホンパーゾンバズをご紹介したいと思います。商品なんですけど、メーカー様からお借りしておりまして、こちらになっていまして、はい、まあ、パッケージから見てわかるように結構おしゃれだなっていう風に思いませんか。はい、こちらのパーゾンバズはですね、精密なサウンドチューニングやドライバー、さらにはですね音声信号技術などを余すことなく投入し、高いコストパフォーマンスを保ちながらも広い音域を実現させですね、さらには迫力のある中低音まで聞くことができるデザイナーズイヤホンになっています。はい、で、パーゾンバズは、ステンレス製の一体型構造の充電ケースを、使っておりまして、Bluetooth 5.0 と最新のノイズキャンセリング技術を搭載した完全ワイヤレス Bluetooth イヤホンになっています。はい、で、ちなみにですね、こちら海外のクラウドファンディングでももうすでに実績はありまして、支援者数740人超え、さらには支援額も890万超え、そして出荷数は780個超えというところで、結構ね人気の高い製品です。まあ僕のチャンネルもですね、やっぱガジェットが中心というところで、本来はねこういうイヤホンとかをねやっぱレビューするのが結構ね、得意なんですよ。なのでちょっとね今回このデザイナーズイヤホンがどれぐらいの、音質なのか、どれぐらいのかっこよさなのか、デザインなのかっていうところも踏まえてですね、じっくり見ていきたいと思うので、最後まで、皆さんも見ていただいてですね、あこのイヤホンいいかもって思ったらですね、ぜひ支援の方もよろしくお願いします。で今回なんですけど、こちらの商品非常に特徴が多すぎます。なので、ちょっと今回に関しましては、前もって言っておきます。全部は紹介しきれない、なぜなら30分40分超えになるっていうところで、ブログの方にですねもう少し詳しく書かさせていただいているので、ブログもね合わせて見ていただけたら幸いです。はい、で今回はこの商品パーゾンバズに関しては、今現在ですねグリーンファンディングの方で出資支援を行っておりまして、15,300 円から販売しております。特徴は、全部で4つで、今回はこの4つにフォーカスして、いろいろと見ていきたいと思うんですけど、人間工学に基づいたデザインで、しっかりとして疲れずに快適に装着ができるというところで、さらにはアクティブノイズキャンセリングがこちらには搭載していまして、屋外でもノイズが気にならない仕様だというところで、さらにはアンビエントサウンドモードもこちら搭載しているので、移動中のノイズキャンセリングとか安全性とかも考慮できているというところ、さらに主流のエンコードに対応する Bluetooth 5.0 で優れた音質で非常に聞きやすいというところです。はい、それでは早速ですね商品の方を詳しく見ていきたいと思います。見ていきましょう。お待たせいたしました。それではですね、こちらパーソンバズを見ていきたいと思います。まず開封をしていきたいと思いますね。はい、ちょっと今回ねサンプル品でお借りしているものなので、まあもう最初からねちょっと、開封とかは少し、されているような形になっているので、実際のね届いた時の梱包とは若干違うところもあると思うので、そこはご理解ください。はい、内容物としてはまずねこちらが本体で、その他に給与箱いろいろこう3つぐらい付属品がついてますね。なんだろうな、まずこちらの箱が、あ、充電ケーブルですね。こちらは、充電ケーブルはタイプ C の、ケーブルが1本ついていて、その他はこのようなマニュアルが1個ついているって感じですね。でクイックスタートガイドとしては、英語と、中国語と、あ、日本語も書いてますね。なのでペアリングの時とかも迷わない形になっていると思います。はい、後ほどこちらはペアリングの時に使用させていただきたいと思います。はい、でその他はこれなんだ、イヤーピースですね。このようにいくつかついていて、イヤーピースの形状はちょっと変わった特殊な形状をしていますね。これは多分耳の中でずれてこないようの、まあ、坊主とかで使用されていることが多いイヤーピースになっていますね。でここら辺はまあそうですね、その他のシリコン系のイヤーチップですね。はい、なんかウレタン系とかは特についていないって感じですね。ちょっとこれも後で試してみたいと思います。はい、まずこちらスペックからねご紹介したいと思うんですけど、スペックとしてはこちら、充電ケースの素材がステンレスチールっていう形で、見てもらってわかるようにかなりねこうキラキラキラとしているのがわかると思います。
で、充電ケースのサイズは、59.95×49×22.3 っていう形になっていて、まあ、比較的ですね、そんな大きすぎないんですけども、結構ね、やっぱステンレス使ってるので、重厚感はかなりありますね。で、イヤホンはこの側面に2つついている形で、こうね、1回ワンプッシュすると、こういう風に出てくるっていうような仕様です。はい。で、充電ケースの重さは、先ほどもずっしりしているっていう風に言ったんですけど、87g っていう形なので、かなりやっぱり重たいですね。はい。で、イヤホン自体はプラスチック筐体なので、軽くて 6g ぐらいで、なっているので、イヤホン自体は軽いです。はい。で、一応イヤホンのバッテリー容量としては 45mAh で、充電ケースのバッテリー容量としては 700mAh で、インピーダンスは、16Ω で、音声伝送フォーマットは AAC と SBC に対応している形ですね。で、ドライバーユニットに関しては、10mm のムービングコイルが採用されていまして、Bluetooth バージョンは 5.0 で、HFP、A2DP、AVRCP に対応しています。で、通信距離が 10m というところです。で、ノイズキャンセリング機能としては、アクティブノイズキャンセリングとアンビエントサウンド、さらに、デュアルマックによる通話時のノイズキャンセリングが、採用されるって感じですね。はい。で、マイクは、両耳に合計4個の、ノイズキャンセリングマイクが搭載しているので、まあ、マイクも結構期待できるのかもしれないです。はい。で、防水レベルとしては IPX4 でスプラッシュプルーフになっているので、で、防滴仕様っていう感じです。完全防水ではないってことですね。対応 OS としては Android、Mac、PC、または任意の Bluetooth オーディオに接続可能っていう感じですね。で、音声アシスタントとも一応起動できまして、Siri と Google 音声アシスタントにも対応しています。はい。で、付属品はね、先ほどからご紹介したような形になっていて、全部合わせるとこんな感じになっています。はい。結構ね、たくさん入っていますよね。はい。で、一応ですね、こちら、一回この iPhone とちょっとペアリングをしてみたいと思います。はい。ペアリング方法としては、まずイヤホンを充電ケースから取り出すと、はい。取り出しました。はい。イヤホンの電源がオンになり、Bluetooth のペアリングモードが、あ、これで自動で、なるんですね。で、お使いのデバイスで Bluetooth メニューからパーソンバッドを、選択し、接続をするって形。あー、もう簡単ですね。はい。じゃあもうこの状態で、Bluetooth を始めるという感じですかね。あ、もう出てきてますね。なので、接続は非常に簡単です。はい。もうこれで繋がりました。じゃあ早速、ちょっとつけてみようかなと思います。はい。今、ペアリングはもう終わったので、ちょっとつけてみようかなと思います。まずですね、イヤホンの形状としては、こんな感じになっていて、結構ね、小さめです。はい。僕が最近よく使っているのは、このエディファイヤーのイヤホンなんですけど、エディファイヤーのイヤホンと比べてもですね、これぐらいの大きさの差があります。はい。なので、かなり小さいなっていうような感じですね。はい。こんな感じですね。はい。装着のフィット感としては、多分ね、これが俺に合ってないのかな。この間のところが僕は結構耳大きいタイプなので、ちょっと大きいやつに切り替えた方が使いやすいかなって感じがします。そうですね。耳大きい人は、やっぱりね、こっちの大きいイヤーチップを間にかましてあげた方が安定感は強い感じです。はい。で、遮音性ってところで言うと、何も今つけてない状態でね、ベストサイズにすると、結構、やっぱこう密閉感は強く感じますね。一応ですね、こちら、両耳のこのサイドの部分に一応タッチパネルを搭載していて、それぞれこの操作をしていただくとですね、操作ができる形になります。音楽再生から音声アシスタント、あとは着信応答、通話終了、着信拒否とかもですね、手軽に指だけでこう再できるので、そういう意味では結構使いやすいかなと感じがしますね。はい。アンビエントの切り替えもこう、簡単にできるので、結構そこは簡単です。アンビエントを、起動させるときも、一応こう声とかも、アンビエントオン、アンビエントオフっていうような声の、音声アシスタントができるので、そういう意味では今僕がどの状況で、使っているのかっていうのも非常に分かりやすい形ですね。それではですね、実際に、この、イヤホンを装着しながらですね、機能仕様、ここがすごいっていうコーナーに入っていきましょう。はい。まずはですね、こちら人間工学に基づいたデザインを採用していまして、しっかりとして疲れず、さらには快適に装着ができるっていうところがまず一つのポイントです。このパーソンバズなんですけど、アジア人の人体、測定データを、元にですね、参考に作られていまして、人間工学を考慮してですね、この外側の耳の、外耳道っていうところと、耳道っていうところにぴったりフィットするように設計されてるんですよ。なので、何千回の
テストをもとですね、こう快適性を追求しているので、結構耳の形にフィットして使いやすい形ですね。長時間つけていても疲れない感じします。はい。やっぱりこう検査されているだけあってね、日本人の耳にも非常にフィットしやすいんじゃないかなって形がしているので、つけ心地快適性を望まれて、こうイヤホンを探されている方だったらですね、ぜひこちら検討にしていただいてもですね、損はないと思います。二つ目のポイントとしてこちらアクティブノイズキャンセリングがついている、イヤホンになっていまして、屋外とかのノイズも気にしない仕様になってるんですよね。はい。で、ちょっとこちらに関しては僕もファーストインプレッションではあるので、ちょっと実際どれぐらいのノイズキャンセリングなのかっていうのを今この部屋で試してみたいと思います。僕の部屋今エアコンがついてます。で、エアコンはすぐ隣にあるので、今皆さんからしたらいつもブーンってちょっとうるさいっていう風に思ってると思うんですよ。なのでこの部屋でどれぐらいノイズが消されるのかっていうのをちょっと一回検証しましょう。はい。今何も流してない状態でノイズキャンセリングオフの状態であれば、結構そのエアコンの音は聞こえてます。はい。で、ノイズキャンセリングオンにしました。ノイズキャンセリングっていうところで言うと結構強いです。はい。静寂性としては1万円台でこの静寂性は結構強いなって思いましたね。はい。もう全然違います。はい。今ブオーってなってるのもここ入れるともう全然何も聞こえないってところでは本当は耳栓をしてる感覚なので、結構このノイズキャンセリングの強さっていうのは強いですね。はい。ここに加えて多分音楽とかそういったものを流すとですね、全然こう問題なく外の外音とかそういったものも気にせず使えると思います。はい。で、このノイズキャンセリングの技術なんですけど、まあ周囲からの気になる低周波ノイズをフィルタリングして、さらにこうね純粋な音楽の音を届けるっていうところで、イヤホンの内側にある2つのノイズキャンセリングマイクが、外部のノイズを検知し、さらにこうチップの、中に内蔵されているんですけど、そのチップがですねこう計算した結果、同時にノイズの音を、こう打ち消すためのね逆位相の、波を発生させて、でこうノイズを、軽減させているっていうところで、結構これよく計算されてるなっていう風な印象がしていますね。はい。で、35dB のノイズキャンセリングぐらいだったら、最大できるので、まあ普通にこうクーラー音もそうですし、あとは街中でねこう車とか、そういったものが来た時も邪魔せずに、ノイズキャンセリングができるっていう点では結構これは素晴らしいと思います。図書館とか、そういったところで静かに勉強する時にも使いやすいだろうし、自習室とかで勉強する時にも使いやすいと思いますね。はい。これさらにはノイズキャンセリングモードで、今巷でね結構高いイヤホンだったら必ずついてるんですけど、アンビエントサウンドモード、こちらもついてるんです。はい。アンビエントサウンドモードっていうのは移動中のノイズキャンセリングと安全性を考慮したモデルになっていまして、安全性と、ノイズキャンセリングを、バランスよく移動中にね、使えるように、考慮したモードになっていまして、この、アンビエントサウンドモード、これを使うとですね、外の周囲の音が聞こえるけども、まあ、邪魔なノイズは消すっていうようなモデルになっています。はい。例えばあまりにも静かな道路を歩いてイヤホンをつけたままであった場合ですね、通勤とか、あとはウーバーイーツされている方だったら危険が伴います。ただしこのパワーバッツに内蔵された2つ目のノイズキャンセリングモードのこのアンビエントサウンドも使用すればですね、イヤホンのこの外部にマイクが、搭載されているんですけど、そのマイクがオンになって、こうユーザーがイヤホンつけていても車の音とか、あとは、まあ、警報音か、あとは踏切音とかそういったものもですね、聞くことができるので、結構これは安全性に近い形ですね。ちょっと一回そのアンビエントも試してみましょう。今アンビエントオンにしてみました。アンビエントオンにした感じ、そうですね、周囲の音、多少聞こえるようになりました。で、アンビエントオンで喋ってるとですね、自分の声がこのマイク越しに聞こえるので、結構そうですね、面白い形になっています。ちょっと耳がツーンって詰まったような感覚的には得られますね。はい。ただしこれであればこう音が全部聞こえるので、先ほどのノイズキャンセリングとは別で使いやすい形ですね。このアンビエントサウンドモード、僕もソニーさんのやつとかアップルの、AirPods Pro、そういったものも搭載されてるんで、初見ではなく使ったことはあったんですけど、それらと比べても非常に引けを取らない、アンビエントは使ってるなって感じがしました。ただ、やっぱこう機械的なアンビエントにはなってるので、どうしてもですね、やっぱりこう自然な感じを求めてる方はちょっと若干違和感を感じるかなっていったところがあります。はい。こちらさらに4つ目の、機能がすごいところで、主流のエンコードに対応する Bluetooth 5.0、優れた音質で非常に聞きやすいっていうところが、ポイントです。やっぱりイヤホン特
徴としては音質ですよね。はい。なので、ちょっとこの音質のところも、詳しく見ていきたいと思います。で、今回、この音質のところで音質比較をするのは、この同じ価格帯ぐらいの、まあ、エディファイアの、この、イヤホンを、題材にするのと、あとは、Apple ユーザーの方だったら結構持ってる方多いと思うんですけど、このね、AirPods Pro、これをね、比較対象としてですね、使ってみようかなと思います。はい。まず、題材とする曲はですね、僕が最近よく聴いているウーバーワールドのライチョウエ、これをね、聞きたいと思います。はい。まずは、ノイズキャンセリングオンの状態で聞きましょう。ノイズキャンセリングオンで、こちらの、パーソンバッグ、使った感じだと、重点は結構ガシガシとくるような印象が受けました。はい。じゃあ続いて、これノイズキャンセリングオフにした状態で聞いてみます。キャンセリングオフにした状態でこちら聞いてみてるんですけど、やっぱこう遅延も少なくて、なおかつオフの方が高音と低音のバランスが非常に取れているなと感じがしました。なので僕は音質的にはこれオフで聞いた方がこう、こう音質は高いんじゃないかなと感じています。じゃあ続いてエディファイアのイヤホン、こちらをね聞き比べしてみます。はい。エディファイアのイヤホンは、正直なところ言うとですね、やっぱりこう、そうですね、高音が結構、目立つ形になっていて、低音が若干弱い形なので、僕はロックとか EDM 結構聞くタイプなので、そういう人にはこっちかなりおすすめできるなと、今のところ感じました。的にはどっちが上っていうと、同じ価格帯の中で言うと、こっちの方が結構上だと思います。はい。じゃあ続いて、ちょっと価格帯が離れまして、AirPods Pro、こちらをですね、ちょっと音楽として聞き比べをしてみたいと思います。はい。今ちょっと、AirPods Pro に切り替えて音楽を聴いてみてます。はい。音楽をこれで聴いた感じはですね、結構やっぱ Apple の、イヤホンだなっていうところがあって、音質はやっぱり値段相応のですね、やっぱりこう結構、音質的には高いですね。はい。音質的に、順位をつけるのであれば、同じ価格帯で言うとこっちとこっちね、どっちが上って言うと多分こっちの方が僕的には結構高いと思います。で、この AirPods Pro とこっちどっちが音質上ですかっていうとですね、やっぱり、3万円クラスのこちらの方が、ちょっと若干なんですけど、こう音質の低音と高音のバランスはやっぱ取れてるなと感じがしました。けどこうクリアっていうところ、音質の深みっていうところで言うと、両者引けを取らない、まあ面白いなって感じがしますね。どちらかというとこっちは J-POP とかポップス向きで、こっちは EDI とかあとはロック、そういったものに結構向いてると思うので、僕はどっちも、結構嫌いな音ではなかったです。はい。じゃあ続いて最後なんですけど、ちょっとねこの音質とはまた別にはなってくると思うんですが、マイク性能、まあやっぱり皆さんねこういうイヤホン使って、会話とか通話すると思うので、ちょっとそこら辺のところを最後に見てですね、最後まとめに入らさせていただければなと思います。それでは行きましょう。まずはこちらのマイクの方から、試していきたいと思います。はい、どうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どのように聞こえてますでしょうか。破裂音テストも入ります。パピプペポ、どのように聞こえてますでしょうか。はい。それではですね、イヤホンテストのマイク性能のテストで、こちら、エディファイアのイヤホンを使用しております。どのように聞こえてますでしょうか。はい、どうも、タカチャンネルのタカです。パ、ピ、プ、ペ、ポ。いかがお過ごしでしょうか。どのように聞こえてますでしょうか。はい。それでは最後のマイクテストをさせていただいております。こちら、AirPods Pro で録音しております。はい、どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さん、お元気してましたでしょうか。どのように聞こえてますでしょうか。パ、ピ、プ、ペ、ポ。どのように聞こえてますでしょうか。はい、皆さん、どのように聞こえてましたかね。ちょっと僕もですね、編集段階で若干聞いてはいるんですけども、まあ、聞いてみた感じですね、マイク性能もそこまで悪くはないです。はい、まあ、そうですね、AirPods Pro、こういうものと比べると、やっぱりこう、音質のクリアさっていうのは若干劣るんですが、それでもですね、やっぱり、この音質の、部分で言うと、1万円台、同じくこの Edifier と比べると、やっぱりこう、綺麗さっていうのは若干あるなと感じがしました。なので、正直なところ言うとですね、非常に使いやすいんじゃないかなと僕の中では思っています。
皆さんいかがだったでしょうか。こちらのイヤホン、パーソンバッツを今回はご紹介させていただきました。ちょっとね、時間の関係とかも含めた上で全部はご紹介できなかったんですけど、まあね、ブログの方に、今回ね詳しく書かされているので、まあそこら辺のところも、一緒に合わせてみてくれればより理解が深まると思います。で、今回ねこちら、15,300円で、販売している、こちらのイヤホンなんですけど、音質性能っていうのは3万円で購入できるような、まあ AirPods Pro、こういったものと比べてもですね、やっぱりちょっと若干劣りはしますが、高音と低音のバランスが非常に取れていて、特に中でも、驚いたのがこのノイズキャンセリング性能とか、あと、アンビエントサウンドモード、ここら辺のところが本当にこの値段でこんないいものを提供していいのって思えるような、静寂感が得られました。で、まあちょっと若干ね使ってみて、メリットデメリットのところをまとめさせていただくとですね、メリットとしてはおしゃれな見た目とこのコンパクトさっていうところで、やっぱり普通のこういうね AirPods Pro とかと比べてみてもですね、やっぱこうデザイナーズイヤホンだけあってですね、こう、近未来的な、まあデザインだなっていうところと、なかなかこう被らないような、イヤホンのデザインをしているので、で結構僕としてはおしゃれでいいなって感じがしました。また欲しい機能の全部入りっていうところで、まあ今回ねちょっとまだご紹介は全部はできてないんですが、アンビエントモード、そしてノイズキャンセリングの他に、大容量バッテリーが搭載されていたりとかですね、結構、機能性としても豊かではあるんですよ。なので、正直全部欲しい機能が詰まっているなっていうような印象です。で、付け心地っていうところがやっぱりこう最大のメリットになっていて、他のこういったイヤホンとか、AirPods Pro と比べてもですね、やっぱり圧倒的に付け心地は良かったです。やっぱりこう計算されている、よく考えられているデザインだなっていう風に改めて感じました。はい。で、デメリットとしてはやっぱりこうイヤホンにしては若干他のものと比べてもやっぱり素材が素材なので重たいなっていうところで、あとはまあこのようなパーソンバッツのケースがついてる、まあ実際使用していったらそこまで気にはならないのかもしれないんですが、まあちょっとねボディ単体が結構こうツルツルしてるので、やっぱりこう表面が、指紋が結構目立ったりとか、汚れが目立ったりっていうのはします。で、ケースに入れるとねこのような形でかっこよくマット仕上げになってるので、やっぱそこは感じないんですが、まあそれでもですね、このケースにしたままイヤホンを取り出すことはできないので、イヤホンを取り出すたびにやっぱりここ、指紋がついてしまうので、やっぱりそこが、気になるんじゃないかなと思ったところですね。はい。まあその他は、タイプ C を採用していたりとかですね、 AptX とかそういったところも対応しているので、 Android および iPhone の人とかでもですね十分に楽しめるイヤホンにはなっていると思います。こんな感じで今回の動画は終了させていただきます。こちらグリーンファンディングの方で現在も出資支援を行っております。付属品も非常に豊富で、自分の耳に合った、カスタマイズとかもできるので、結構ね、使いやすいイヤホンとはなっていると思います。はい。それではぜひですね、新しくノイズキャンセリングイヤホンを購入したいとか、ちょっとねあまり高いのは買えないから、ちょっと安いのでいいのないかなっていうのでちょっと探している、方はですね、ぜひ、ご購入の検討に入れてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの